はい、どうも、ケイキングです。今日ですね、ウィニングポスト9、2022、続きやっていきましょう。2013年11月3週から難易度スペシャル、引き継ぎなし、お守り使用禁止でやってます。さあ、今回はね、まあ、2014年、まあ、入る間ですかね。1月1週まで行きます。なんで、まあ、ちょっとしか進まないです。まあ、手続きがね、結構時間かかるんですよ。まあ、それで行きます。ご了承ください。11月3週ね。はい。まあ、この辺ですね。レースと。OK。行きましょう。アウェイスーパー。まあ、ネクストで。OK。勝ちました。レインボー。まあ、大丈夫やろ。OK。レインボー勝った。スターリー。2着。柵越え1番人気。まあ、ネクストで。オッケー、柵越え勝った。で、柵越えジャパンカップいきます。まあちょっとここはね、レベル高いよね。まあ虹、金、銀、揃ってます。やるしかねえ。はい、能力はこんな感じ。まあ、結構強いですからね。有馬記念はいかないですかね。根幹距離持ちなので、まあ、行ってもいいけどね。まあちょっと厳しいね。よし、いいね、順調。二つ目、まあ、行っとこうかな。はい。あとは、柵越え。根幹距離やね。ちょっと迷いますね。まあ、2400いこうかな。まあ、それでいきましょう。1600もいっとこうかな。はい、これいきます。2着か。はい、まあ自家製サバ勝ちました。柵越え2番人気ダイジェストで。ダービー馬同士の争いだ。当選状だ。先頭前に迫るラブリーデイ、ガノンバラード、いい足、ここから勝負をかける。当選状だ。先頭残り 200m を通過して、さあ先頭は今度はオルフェーブル、2番手はジャスタウェイ。オルフェーブルやね。そしてジャストウェイ。2着にはどうやらジャスタウェイ、3着にジェンティルドンナ、ライバル同士。まあここは強いですね、この3頭は。この一戦を制したのはオルフェーブル。はい、オッケー。娘デビュー。遅めでカッパギ印あり。なんかあったと思います。2100、2500か。
ャンピオンズカップ。ダート界の頂点へ。ジョテイ。投手入れとこう。はい、これでいきましょう。まあネクストで。お、勝てるか？ OK、勝ちました。キーズ。ルーデンス。はい、ダメ。まあ、これは大丈夫でしょう。マジかよ。なんか2乗った？ 2 着。負けたか。はい、アリマ行かないです。最速キング頑張ってほしいね。順調やね。キングシガーエルクどちらでも。はい、ロイヤルデルタ強えな。さすがやな。勝ちまくってますね。はい、まあ行きましょう。ネクスト5着。ちょっとこれ確認するか。最速キング先頭。粘る粘る。3馬身から4馬身のリード。大物シャレー必死に追います。この差は果たして縮まるか。これは強い。2番手は大物シャレー最速キング強い強い。あ、やっぱめちゃくちゃ強いっすね最速キング。2着は大物シャレー、3着にクイーンオマハ。やはり中央の馬が強かった。勝ったのは最速キング。シャレーもねなかなか強いんですけどね。やっぱり期待できるか。 OK、 ルーデンス勝った。スターリー勝ちました。最速も楽しみです。ね、晩成でカッパギ印あり丸でミカ20丸。最速キング。まあ3冠狙いたいよね。最速キング。まあちょっとまだねよくわかんないんですけどねこいつ。まあとりあえずローテはサウジ行ってもいいけどね。まあケンタッキーダービーは行くんですが、サウジちょっと走っとっかな。まあとりあえずこんな感じでいきます。いや、やっぱフロリダにすっか。大物アウェイ、まあいいっすかね。でケンタッキーダービーいきます。でベルモントプリクネス。
やっぱりこれでいこう。はい、まあこうっすかね。5周、まあ4周しとこうかな。4周で、はい、これでいきましょう。はい、これで OK。レインボー、まあ、悪くないよね。レインボー万世、まずはしっかり稼ぎたいですね。2100、3900、2100か、まあ1900は使おう。マイナス200で2000で2100、まあ、もうちょっと使いたいね。2100、はい、こんな感じでいきましょう。はい、レインボーこれで OK。 じゃあ進めます。キングコング OK、 勝った、よし、オッケー、勝ちました。2着?マジ?最速。まあこれ余裕でしょう。まあ万世っつってもね、最速を超えてますからね、こいつは。やっぱ強いね。マジで強いやつやね。まだ若いっすからね。オッケー。賢さ大事。いや、それが気になってたんすよ。メンタルどうなのか。1番人気テンプル、まあ強いですからね、いけるんじゃない。ミッキーアイル先頭、後続を引き離しにかかる。ウィンフルブルーム2番手、手応えはどうか。外からプレイアンドリアル、ミッキーアイル先頭、残り 200m、 キングテンプル追い上げてきた。キングテンプル、よし、いいね、強いね。よし、シーツ押さえて勝ち。オッケー。いけるいける。激アツクロー。で、ナブサップ。まあ、ロイヤルデルタはね、かなり強いんですよ。実際もね、海外の G1 5勝とか6勝とかしてるんじゃないですかね。まあかなり強いですね。で、テンプル。パワー C。まあパワー使ってもいい。ただもったいないか。さあ、とりあえず最速ちょっとチェックしよう。賢さ S プラス、完璧やね。で、スピードはある。まあ焦らずローテはこれでいいっすね。焦る人なんです。焦ってもね、いいことない。万世は、はい、 OK と。
あ、マジ？スピード S プラス？めっちゃいいのおるやん。キングニーファか。で、パワーも S プラス。まあ、賢さ C なんですが、いや、これいいね。いや、モーリスとは戦いたくないね。ただ、ヌーボレコルトには勝たないといけないです。いや、これはレベル高いね。ここにもいいのいました。今のところね、2歳が、まずこいつやろ。キングテンプル。まあ悪くない。で、最速。これはまあ大丈夫。まあこれもね、まあ悪くないんすけどね。まあ強くはないね。最速キング。これはスピードあると思います。で、これエスプラがいて、キングマンナー。シャレーもね、でも悪くないですからね。まあこれも海外2勝してます。これも悪くない。大物アウェイ。まあこれはそこまでやね。まあなかなかいいんじゃないですかね。よし、ちょっとチェックしていこう。イーブン再び。キングシガー使っとくか。使っとこう。はい、じゃあ13年終わりですね。海外初戦です。練習。3着。悪くない。さあ、いけるか。エスパルシーいますね。オッケー、勝ちました。イスラボニータ2番人気。まあ、里のアラジンとかね。ワンドオンリー。アルバート。まあ、いろいろいますね。まあ、この辺に勝てればね、いいんですが、やっぱちょっと足りんか。イスラボニータ1着、2着にはどうやらキングテンプル、3着にサトノアラジン、安城お見事、G1 の大舞台。いや、SP 迷いますね。SP ぶっ込んで三冠取りに行くか。精神か、そうか。E ブロック2着。さあ、表彰式行きましょう。激アツ黒が3冠です。牝馬3冠。キングフランスでスプーン。あと柵越えね。とテンプル。精神 E プラか。エピアネイア。おお、3冠取ったんですね。ロイヤルデルタが絶好調やね。そして怪物。ビホルダーもちろん強い。いいね。強いやつがちゃんと強いっていうね。安定感抜群っていう。ゲームオンデュード強いな。トレブ。
まあ、キャメルとか強いですね。年間無敗。マジシャンは？はい、オッケー。はい、ガリレオ。さあ、ちょっと見ていきますか。アウェスパ復活しました。キングレインボー、まあ引退ですね。で、スプーン。まあこれも、引退しますか。クレアダート系。クレアダート系か。ちょっと使うか、これ。ゴールド最速。E ブロッカーね。もうオトレも来てましたよね。柵越え、大物キング。まあ、この辺はまた使いましょう。で、レインボーはこれから。まあ、ルーデンス厳しいですけどね。まあ、瞬発 D ってのがいけてないですね。まあ、これ引退でもいいね。これは引退するか。まあ、覚醒はここ使えば OK ですね。はい、これでいきましょう。イーブンロック。こいつは最高でした。マイル3冠取って、世界戦勝ってます。で、キングレインボー。はい、ステイヤー。これも楽しかったですね。使ってて。まあ、今年はきつかったですけどね。キングレインボーしません。繁殖品は溢れてますね。パンパン。さあどうする。とりあえず入ってきたのがここっすね。まあちょっと見てっか。リーダー、これはね使います。リーダーキングアウェイ系使いたい。で、ルーデンスも使いたいよね。これも残したい。アファ、これも残したいね。クレアの系譜、ミッション。で、イーブン系ですね。アイリッシュパーティー。まあ、イーブンちょっと残したいよね。柵越えか。キングルカ。ルカどうすかな。ルカ売るか。ルカ売るか。そういうつもりじゃないっす。キングアウェイキャね。アウェイキャは残したいけどね。これどうすかね。もうイーストン。いや、どれもね、使いたいんですよ。ただ、ちょっと絞らないといけないですからね。まあ、これはクレアの系譜なんですが、これはいらないです。これでいくか。はい、決まりました。売却はここです。イーブンキャニー、リモーサー、あとはスーパークス。キングクレア、こんな感じ。キングス最速、そしてキスノス。で、K キングアウェイ。
あとは、ケイキングゴールド。ゴールド良かったよね。特性もいいね。はい、国内無双。ゴールド。はい、オッケーと。さあ、こっちもやね。まあ、とりあえず、クラブにあげましょう。イーブンロック、キングレインボー、キングフランス。使っていきたいね、これ。ウィッパーか。ウィッパークラブにあげるか。イーブンリアル。まあ、イーブンリアルとかあげようよ。ゴロ最速。アンガール最速、ゴールド流星、ネイビーか。アウェークレア。はい、まあとりあえずこれでいいっすかね。 OK。 はい、で機種こんな感じ。あ、引退っすね。そうか、今年引退か。さあ次はここアメリカンファロー世代。さあどうっすかね。覚醒超物、まあこれ残しましょう。これはいらないですね。はい、これもいりません。万世超物は残します。万世大物はクラブにあげます。まあこれはいらないです。はい、これも売却で、これもね。早熟か、まあこれはクラブで。はい、これ売却で。さあここから、はい、これはいらないですね。早めか、印なし。これはクラブです。ダート早め、カッパ気味か20丸。いいね。ただ大物か。まあ、残します。まあ、これはクラブで。まあこれはいらないですね。芝ダート中距離超大物ダートいけます。遅め印なし。まあクラブで。早熟。まあ一応ダートいますね。お、超物か。OK。超物は残します。遅め、カッパギ、印なし。ミカ20丸、超物。まあ、スピードない感じっすかね。まあ、ある時もあるんですけどね。早め、印なし。まあ、これはクラブで。早めカッパギ丸。まあ、超物か。まあ、一応残すか。万世。まあ、これはクラブでいいですね。万世。まあ、これもクラブで。万世大物はクラブにあげます。遅め、印なし。まあ、スピードない感じやね。万世、まあこれもクラブで。これ惜しいね。クラブ。まあこれ残したい。
はい、これクラブで。千葉ダートクラシック超大物、いいね。最速、キングス最速の子、惜しい。ミカマルで、カッパギ20バル。まあなんか低いんでしょうね。スピードあるかもしれないです。覚醒、これ惜しいな。まあクラブで。中距離ダート。中距離ダートはいいよ、早熟。ただまあ大物っすからね。どうですかね。あ、これもね、惜しいね。残してもいい。覚醒、中距離だと覚醒。まあ熱いよね。まあクラブあげるか。はい、超大物。芝ダートクラシック、大物。まあ一応ダートいますね。まあダートは結構厚めにしたので。芝ダートクラシック、大物。遅めで印あり。で、万世、超大物ね。はい。まあ一応こんな感じっすかね。はい、設定終わりました。ちょっと名前は自動でいきます。明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。さあ14年まで来ました。まあそのますね。はい、買えないです。オルフェーブルとロードカナロア。はい、またちょっとローテとか組んどきます。ということで、今回ここまで。ご視聴ありがとうございました。